暴力団などに所属せずに犯罪を行う集団、半グレ。警察が把握しているだけでも、半グレは日本全国に約4000人。6代目山口組に匹敵する人数にまで増えています。今回は、大阪を拠点に活動する半グレ集団、リアルグループの引き起こした事件について、詳しく調べてみました。この事件で逮捕されることになった、自称リーダーの山崎博人についてや、逮捕後に公開した衝撃の新曲についても詳しく解説します。さらに山崎博人の今後やネットの反応についても紹介していきます。 1. 半グレ集団リアルグループとは、暴力団と比較すると大規模な抗争や殺人事件を起こしていないことから野放しにされることが多い半グレ集団。しかし数々の犯罪を起こしていることには変わりないので、放置され続けることに疑問の声が上がっています。今回の事件についても半グレ集団が野放しにされ続けたことで重傷者を出すまでに至ったと言っても過言ではありません。半グレ集団リアルグループは大掛かりな犯罪を起こしていないことから無名の組織であり、その実態は多くの謎に包まれています。 2. 深夜の公園でリンチ。2020年4月1日大阪市内の居酒屋でリアルグループのメンバー何人かが飲酒をしていました。その時自称リーダーの山崎博人が「おい何見とんねんこら」と偶然居合わせた知人男性に絡んだことがきっかけで口論となります。他のメンバーの仲裁によりその場はなんとか収まりましたが、山崎の怒りは簡単には収まりません。店を出た山崎はすぐに連絡を取り、口論となった知人男性を公園に呼び出しました。男性が公園に現れた時刻は日付をまたぎ4月2日の0時30分を過ぎた頃でした。現場で待ち伏せていた山崎と複数人の仲間たちは突然催涙スプレーを男性の顔面めがけて吹きつけました。ひるんだところに金属バットで殴りかかり、ダウンした男性はセダンタイプの車に押し込まれて監禁されました。山崎とその仲間たちは男性を乗せたまま公園から約 10km 離れた山奥に車を走らせました。人気のない山中で男性を下ろし、ボコボコにどつき、手の甲をナイフで切りつけるなど30分以上にわたり暴行を続けました。その後、血だらけの男性を放置して逃走したのです。しばらくして、偶然通りかかった人が男性を見つけて通報。男性は全身打撲や鼻の骨を骨折するなど全治1ヶ月の重傷を負いました。放置された山中を誰も通りかかることがなければ全治1ヶ月の重傷では済まされなかったかもしれませんね。 3. リーダー山崎博人逮捕。被害者の男性は催涙スプレーにより視力が奪われていたため、山崎以外に誰が暴行していたのかを見ることができませんでした。よって山崎のみが加害目的略取、逮捕監禁などの容疑で大阪県警に逮捕されることになります。3年以上7年以下の懲役刑となりましたが、刑が軽すぎるとの批判の声も多数寄せられています。リアルグループの自称リーダー山崎は長期を逸した行動をすることからグループ内でも恐れられているようです。今後メンバー同士でいざこざが起きた時にも大きな被害が出ることが危険視されています。リアルグループのメンバーが逮捕されたのは今回が初めてのことで、大阪県警は組織の規模や活動実態を詳しく把握できていない様子でした。自称リーダーの逮捕を機に活動を自粛してくれることを願うばかりですね。 4. 次の逮捕者。さらに捜査を続行した大阪県警は暴行に参加した3名の容疑者を逮捕しました。そのうち1人はラッパーとして YouTube で動画配信を行っているリアル T だったのです。リアル T 本名キムタクヤは2019年に動画配信をスタート。リアル業界という楽曲は半年足らずの期間に60万回も再生されるなど注目を集めました。大阪での半グレ生活やメンバーを MV に参加させるといったリアルな生活が見る人の興味をそそったのでしょう。逮捕されたリアル T は警察の取り調べに対して容疑を否認していました。しかし
執行猶予で釈放された直後、とんでもない曲を公開したのです。5、新曲で歌った反省してない1ミリも、逮捕から約3ヶ月してサグシーンという曲が突如公開されました。その曲には、あの時のこと反省してない1ミリもと不敵な笑みを浮かべるリアル T の姿があったのです。明らかに逮捕された事件を彷彿とさせる歌詞に唖然としますよね。重傷を負った被害者をさらに傷つけるために作られたような曲、とても聴き続ける気にはなれませんでした。その後も止まることを知らないリアル T は、次に公開したタイトルわからんという楽曲の冒頭で、奇跡の執行猶予と自身が執行猶予中であることを歌っています。彼自身が更生してから反省を生かして楽曲制作に取り組むならば、世間にもいい影響を与えることができるでしょうに。6、リアルグループの今後。リアルグループは自称リーダー山崎博人の逮捕を皮切りに、リアル T を含む他のメンバー3人が逮捕されることになりました。小規模な組織として犯罪を行っている半グレ集団にも、今回の事件をきっかけとして警察の取り締まりが強化されることでしょう。今後は法律の整備も進むことが予想されるので、徐々に活動の幅が狭まっていきます。そうすると活動を持続することが困難になり、解散を余儀なくされることも考えられます。犯罪から手を洗い更生するのであれば、リアル T の音楽活動がリアルグループ存続の鍵を握るかもしれませんね。7、ネットの反応。ネットではこのような声が上がっています。半グレじゃなくて全グレだろ、半端な命名が犯罪者集団を助長する、一人相手に大人数、催涙スプレー、バットの使用、終わってるな、リアルゴールドなら知ってるけど、リアルグループ、それってうめえのか。犯罪行為に対する批判から組織名に対する批判など、様々な声が寄せられています。いずれにしても多くの市民から警察に対して半グレ集団撲滅に向けて取り締まり強化を求める声が集まりました。次の被害者が出ないことを祈るばかりですね。まとめ、大阪の半グレ集団リアルグループの引き起こした暴行監禁事件について詳しく解説しました。暴力団組織と比較すると、小規模な半グレ集団の犯罪行為は軽視されがちです。今回の事件では被害者が重傷を負ったため大きく取り上げられました。この事件をきっかけに半グレ集団に対しての取り締まりも強化され、凶悪犯罪から軽犯罪までが抑制されていくでしょう。特にメンバーも恐れるリーダー山崎博人の行動には要注意です。今回の事件以上の負傷者や死者が出る前に的確な刑罰が適用され更生されることを願っています。今後は半グレ集団の活動の幅が狭まることが予想されています。ご視聴ありがとうございました。